山でうまいはおけらにととき」っていう、ととき釣り金人参、これ釣り金人参のわかめなんだけど、もう青春編あたりからずっと摘まれてるんで、もうちょっと摘むのかわいそうなんで、こうあの輪生、あの中心軸に対して同じところから葉っぱがくるーっと出てて、で摘むとあの傷口が白い汁が出る。これね、これ形が全然違うんだけど、これも実は釣り金人参なのね。これはちょっと本当に私もびっくりしたんだけど、秋になったらちゃんと同じように可愛い花が咲くから、それでへえと思ったぐらいなことで、本来はこっちのちょっと丸っこいギザギザのある葉っぱです。でついでにこの子、秋の野毛子、秋の野毛子の方があの葉っぱが少し優しいっていうのかな、私降りれないだけど、食べるのは私は春の野毛子の方が歯切れがいいと思うから、あまり秋の野毛子まで摘んで食べるとこまで行ってない。食べれるよこれもっていうことを知っとけば、まあ、ない時にはそれも使えますっていうぐらいで、